オープン戦もいよいよ終盤、チームは開幕へ向け最終調整に入りました。昨日のオリックス戦、自慢の上位打線が貫禄を見せます。1回、不動のトップバッター田中が鮮やかなヒットで出塁すると、2番菊池はいとも簡単にバントを決め、絶好の先制点のチャンスを迎えます。そしてバッターは3番丸。今年も勝負強さは健在です。田中、菊、丸の速攻はわずか立ち上がりの11球で1点を先制です。一方、先発の薮田が1回3回とボールが先行したところを主力打者に捉えられてしまいます。そして4回、3つのフォアボールで満塁のピンチ。なんとか2アウトまでこぎつけますが、そこから押し出しのフォアボールを与え降板となります。4回途中6失点、課題を残すマウンドとなりました。8回には途中出場の西川にオープン戦1号ホームランが飛び出しますが、バファローズの兄弟に苦い敗戦となりました。今日のオープン戦は天気も心配されますが、開幕1軍争いはラストスパートを迎えます。